じゃあちょっとどいてあげて、どいてあげて、いやいやいやどいてあげてよ。いやいや、グジラ君出れなくなってるから、ちょちょちょどいてあげな、どいてあげな、どいてあげな、仮面になってるから、それもう我慢投げよ。集まれ動物の森。さあ、はなちゃんです。シルコです。グジラです。本日はこの3人でお届けしますが、ちょっとちょっと先輩2人がさ、立ってるのに君だけ座ってるのはおかしくないか。最年少だろ君は。何やってた。おい、態度悪いな。ふざけてる場合じゃないぞ。なんだその態度は。寝れないんですよ。グラサンかけて。本当だよ、グラサンかけて。もっとちゃんとした格好できなさい。ちょっと出してよ。しょうがないな。ありがとうございます。ということでですね、今日はなんと新しいアップデートで追加された美術品、はいはい、こちらをキツネの動物から買えるという情報を手に入れましたので、本日は美術品を買っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。なんですけれども、ちょっと新しい住人をご紹介します。この人はですね、友達の島から勝手に住み着いたボイドさんというね。友達の島から来るの？そうなんですよ、友達の島からある日急に来たこのゴリラの動物、ボイドさん。ちなみに、あのサバンナさんというね、シマウマの動物ジャンプ好きの、はいはい、あの方が島を去ってしまいました。代わりにサバンナさんが出て行った次の日にもうなんか土地が制約済みになってた。わ、相当この島に興味があったんだね。ちょっと話しかけてみましょう。できる限り荷物は減らしてきたつもりだったが、結局片付けに追われる始末だぜ。今日はお見舞いってできそうにねえから、また今度来てくれよ。おうおう。かなり野生的な動物ですね。まあでも新しいね、住人としてね、よろしくお願いしますよ。かなり個性的な壁紙というかだね。これどういう部屋になるのかちょっと楽しみだね。確かにね、もうなんか外で、そうですね、外だよね、もうもはや。じゃあちょっと行ってみましょう、美術品のね、はい、ですね、浜辺の方にいるという情報を手にしたので、ちょっと行ってみたいんですけど、はい、この格好だとね、さすがに怪しまれるかなっていうことなんで、ちょっと芸術家の格好に着替えます。はい、あら、よし、これで完璧。もう芸術家、アトリエを持っている私、ジョン・ピエール・パナスイです。いや、フォルライフ出てくるのかと思った。危なかった。危なかった、ね、しかも途中で気づいちゃったよね。危ねえ。行きましょう。おっと、あ、いました、いました。お、あ、いる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 。あっと、私の敷地内に侵入してますね。お、キツネのキャラクター。じゃあちょっと話しかけてみますよ。あ、こちらの島のお人ですやろか。こりゃどうもどうも。お初にお目にかかります。はなちゃんさんとおっしゃる？いや、お名前ですね。私は、つねきちっちゅう、ケチな、アーケンドです。おや、何か、思われますか？勘高いな。何ですか？美術品を探しておられる？いや、これはなんとも運命的ですわ。と言いますのも、実は本日たまたま、偶然、アカデミックな名画をお持ちしてるんですよ。いやいや、ほんま、運がよろしいですわ。今ならたった49,000。いや、498,000ベルで、高くね？高いよ、すごい高い。高いっすよ。あ、高っ！備えに言われましても、なんせ大変に貴重な品ですから。とはいえ、せっかくのご縁ですし、ここでお客さんを突き放すやなんて、商売人としてのプライドが許しまへん。よっしゃ、こちらのアカデミックな名画、今回だけは4,980ベルでお譲りしましょう。安っ。やべ、いらないよっていう選択肢もある。それ騙されてますよ、その差額で。嘘、騙されてる。でも買っちゃおうかな。元から4,980円なんだよ、その。うるさい、買った。マイドリン。じゃあお代をいただきます。買っちゃったよ。はい、どうぞ。声似てんな、こいつら。二人とも似てんだよ。いや、お客さんの目は本物やと思ってたんですよ。今後ともご引きにお願いします。あ、これだ。ちょっと待って、じゃあ部屋に飾りたいね。さあ、ここが僕のアトリエです。はい、はい。さあ、ここに早速飾ってみよう。アカデミックな名画飾る。おお、見えない。何、あ、これあれじゃん、なんだっけ。ちょっと待って、調べるわ。あれだよね、なんかさ、映画にもなってるやつ。あー、ダヴィンチ。ダヴィンチか。ウィトルウィウス的人体図っていうの。俺これ知ってるように言おうかな。やめた方がいいんですか。よし、じゃあもう一回もう一回いくよ。嘘、もう一回。
ここが私のアトリエです。はい、はい、さあそれでは早速ね飾ってみましょうか。アカデミックレメーガ飾る。おお、これこれなんだっけ、これあれあれじゃない、ダヴィンチのウィトルスディス人的人体図的なやつ、人体図的人体図なんてなんて、ウィトルウィウス的人体図、ウィトルウィウス的人体図、人体図、ウィトルウィウス的人体図、皆さんね、すごくいいね、覚えましたね。これってさ美術館に寄贈するの？うん、あじゃあ寄贈しに行きますか。あ、はいはい、行きましょう。よいしょ、さあじゃあちょっと寄贈したいと思います。こんばんは、花ちゃんさん、野球しようぜ中博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？美術品見つけたよ。ほう、そうですか。どんな美術品を見せてくださるのですか？ワクワク。ほほう、これはあのアカデミックな名画ではありませんか？いやー、現物は初めて見ましたよ。確かにウィトウィトブスケットメメとしか言いようがありませんね。このウィトルミスクトブ人体図があれば美術品専用の展示室を増設できるのですが、いかがでしょう？この美術品私に預からせてはいただけませんか？気出しちゃう。ほほ、よろしいんですか？ではお言葉に甘えさせていただきます。これで博物館の増設を申請することができます。ああ、こうなったら大急ぎで工事に入る準備をしなくては。はなちゃんさん、どうもありがとうございました。あい、またいた。いや、ほんまにここはいい島ですね。皆さん人がよろしくて商売も気持ちよくさせてもらえそうですわ。これからよろしくに。じゃあちょっとですね、はい、まあ動画の時間的にねちょっと物足りないかなっていう感じがするので、はいはいはい、せっかくなら見せましょう、ブスの部族物語をね。ちょっと準備しますね。はい、準備があるんだ。前回ですね、はい、王様に囲碁と相撲で勝利を収め、はい、無事にこの高級マンションに引っ越したブスの部族の父、はい、この赤のね部族が、はいはいはい、彼が最後にこのダーツの裏に隠れている緑色の部族がちらっと見えて前回は終わっていますね。あ、ですね、はいはいはい、さあ今回はどうなったのでしょうか、うん、おっといきなり、あ、うまく隠したんだ。この緑の部族と父部族が出会いました。はい、君一体どこから来たんだ。なんだなんだなんだ、一体いつまでそこに隠れていたんだ。ははははは、こっちもこっちも首が、私は今ここに来たのさ。なんだって、君は一体誰なんだ。私のことを追ってきた子供なのか。私は実はあなたの味方です。なんだって、君はどこから来たんだ。私は実は未来から来ました。あ、ちょっと待って、あなたの子供です。え、な、なに、私の子供、どういうことだ、説明してくれ。はい、一から説明しましょう。息子たちの中から突然変異した個体が現れ、父を捕らえるべく他の息子たちを従え王を殺害し王国を乗っ取りました。王からの情報で父の引っ越し先を入手した突然変異した息子たちは父を捕らえるべく高級マンションに歩を進めているのであった。あなたは生命エネルギーとして子供たちを繁殖させるために囚われ、常にエネルギーを吸い出されるマシンとして改造されてしまうのです。じゃあ私もここにいてはまずいということか。君は8代目の子供と言ったな。はい、私は8代目の子供です。名前を8代目の2番目に生まれた8時と言います。私はその一族のやり方に疑問を覚え、タイムマシンで飛んできたんです。なので逃げてください。わかった、よし、それじゃあどうすればいいんだ。今のうちにその勢力の長を撃つのです。勢力が拡大しきる前に。よし、ならば行こう。あれあれ、私に考えがあります。仲間を増やして勢力を撃つのです。それ持ってくんだね。おっと、まずい。お父さん、町は子供たちで埋め尽くされています。あなたをみんな探しているんです。よかった、ギリギリでしたね。私の頼れる仲間を紹介しますので、こちらへ。彼女ならきっと戦力になってくれるはずです。女の子、赤ちゃんじゃん。私の昔からの友人、氷の国の長、氷雪系最強と謳われる。いや、ちょっと待って。ひつ
ヒツガヒツガヒツガーです。ヒツガーヒツガーヒツガーです。あなたがヒツガーさんですか。私はもうすぐ捕まる身、私の未来を変えるため協力してはくれませんか。そうですね、あなたの未来を変えるため私は協力も惜しみませんが、ただ一つ相談があります。何ですか一体。この部屋にぴったりな友達が欲しい。その友達を見つけてきてくれさえすれば、私はこの力をあなたにお貸ししましょう。このダイグレンヒョウリンザ、ちょっと待って、ダイグレンヒョウ、ダイグレンの氷という力を使ってあなたを守りましょう。ちょっと今回やべえな。なるほど、わかりました。ではあなたの部屋にぴったりな仲間を探しに行きましょう。ハチジさん、ね、知りませんか。あなたのさらに仲間になってくれる人物を。そうだな、時の森という場所がある。もうやばい。その場所に潜む大精霊に話を聞いてみよう。大精霊こちらだ。パクリにパクってるよこれ。すごいね、うん、ぎっしりだね。なんか雑に書いてるよジジって。よく来たな二人とも。ジジさん、なんで名前知ってるの。有名ですからね。書いてるし。私に力を貸してはくれませんか。そうじゃの、力を貸すのか。王に私は恩義がある。なので王の仇を取るために力を貸したいと言ったところだが、しかし私はもう年老いた身、もうこれ以上力を貸すことはできない。だが私の息子を紹介しよう。息子ならば君たちの助けになってくれるはず。おーい、出てこーい。え、そういうためなの。はじめまして、私息子です。息子の目が死んでる。あ、翔一さん。あ、翔一さんだ。翔一です、息子の。翔一になっちゃった。翔一引っ張られてる。なんで引っ張られちゃってるよ。あなたに力をお貸ししましょう。ありがとう。しかも君は体がピンクじゃないか。つまり、うん、たた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 。なんだ。あれ、ただいま帰りました。どれか分かんなくなってない。お帰りなさい、八時さん。そしてお父さん。同じ色出て、同じ色出てきちゃったじゃん。お父さん。あなたが仲間になってくれる条件満たしましたよ。え、嘘。翔一さんを紹介しましょう。あなたの友達、うん、早く。違うやつじゃん。違うじゃん。翔一さん、ちゃんとやってよ。翔一です。出た。なんて可愛らしい、この部屋にぴったりの友達です。あ、よろしくお願いします。一緒に世界を救いましょう。よし、私の力をお貸ししましょう。みんなで敵対勢力を倒すのです。はい、今日の部族物語はここまで。ここまでなんなのよ。次回の更新もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。翔一でした。さようなら。